常心理学の研究室では、日常生活で体験するさまざまな心の問題の理解と、心の傷、心の病を抱えた人々に対するカウンセリングについて研究しております。私は今の研究室に高校生の頃から関心を持って入りたいなと思っていました。心理学や音楽の勉強をしたいなと思っていました。兵庫県立大学の研究室について調べていたところ、井上先生の研究室で箱庭などのいろいろな方法で研究ができるということを知って、もしかしたら音楽も関連付けられるんじゃないかなと思って、今のところに入ろうと思いました。ゼミでの発見は、人と関わるときに、相手にしっかり向き合って、相手を受け入れる気持ちを持って、話を聞くっていうところがとても大切だなというふうに思いました。会話の中で、相手の方を言っていることをしっかりと受け止めながら話を進めていくことで、その方から湧き出てくる言葉や思いを大切にしていきました。ゼミ生に期待することは、多様な育ちの背景を持つ子どもたちや、さまざまな人生経験を持つ人々に対する目に見えない心を通した理解を深めることです。不登校や引きこもりなど、さまざまな問題を持った人々には、その人しか見えない心の世界があります。そうした理解の幅を広げることで、自分だけではなく他人に対して受容する力ということが育ちます。こうした受容力を持って人々と接することによって、相手を大切にできる、そういった人間になってほしいと私は考えております。